I liked、the band called Evanescence, and I heard that、the designer who designed her dress is Willy Chinalto. In 2014, he invited me to be the face for his new brand, Steam. I love Japanese fashion. I love all kinds of fashion. Everybody is so free to express themselves.Starting with the skirt that I'm wearing today is a dark red drum, and the accent point for the skirt is the material that's very gauze-like and creates a very beautiful、asymmetry down on the bottom, but also it's elegant. And、the skirt features double corset line, which it helps you to adjust、the size any way you want, including the length of the skirt.For now, what I'm wearing is high-waisted length, so it's、accentuating my waist very nicely and the pannier volume on the bottom. For the blouse I'm wearing is Stripe Rabbit that is wearing a hat, and it's an accent point on the ribbon tie, which you can remove or keep depending on how you want to design your outfit.And the shirt, also the blouse, features very long sleeves, which I like very much, with a beautiful lace accent on the bottom.、on top of which I'm wearing a lace cardigan, which is completely、made out of lace, and it kind of looks like a spider web, which is very, very beautiful as well, an accent for the goth outfit. And it's just very cute, but it's also very elegant. Hello everybody, my name is Alex and I'm model for the brand Chinalto. And today we'll be introducing you to Red Drum Gothic Lolita makeup. Helping me out will be、Mr. Udagawa, who always does makeup for Chinalto photoshoots. Chinalto のヘアメイクを担当させていただいてます、宇田川です。よろしくお願いいたします。化粧水はアルビオンアンフィネスモイスチャーローションを使ってます。肌に、化粧水を浸透させるために少しマッサージを加えてます。ファンデーションは、SK2 フェイシャルトリートメントクリームの、220番を使ってます。ゴシックの場合は、ファンデーション結構しっかり厚塗りに、血の気がない陶器のような、ドールのような肌に仕上げたいので、濃いめに使ってます。アイメイクの陰影は MAC のクワイトナチュラルを使ってます。スチームパンクの時は基本もう上の部分だけ、彫りを深く見せるんですけど、今回ゴシックの場合はアイラインを囲みたいので、それのぼかしとして下にもクワイトナチュラルを、入れさせてもらってます。ベースの時に三吉の練りチークを、入れさせてもらってます。ゴシックでちょっとお人形っぽく作りたいので、少し可愛らしい印象にしたいので、練りチークをベースに使ってます。フェイスパウダーは SK2 フェイシャルトリートメントアドバンスプロテクトルースパウダーを使わせてもらってます。今回はゴシックであってロリータなので、ツヤ感は残さず、しっかり抑えてマットに作ってます。アイシャドウは MAC のグレーとブラックを使わせてもらってて、グレーのアイカラーは、アイホールと下まぶたに全体的に薄く塗ってってグラデーションをつけながら全体的につけてます。でブラックは、際の部分目尻から目頭にかけて陰影をつけるようにつけてます。アイラインは、MAC のジェルライナーのブラックを使ってます。目尻の、跳ねるところはラブライナーを使ってます。基本跳ねるところは、ゴシックの場合、僕撮影の時は、2本ダブルでまつげに見えるような感じに、羽を2つ使ってます。
H ナウトブラッドの場合だと、もう完全にかっこいいダブルラインでもうぼかしなしで作ったりとか、アイシャドウの乗せないでもアイラインだけで作ってることが多いんですけど、今回、H ナウトのゴシックの場合はポイントとしては、アイラインのダブル使い と、下まぶたの垂れ目っぽいさを作って、可愛さとかっこよさを、ミックスした感じで作ってます。アイブロウはメイク道具というより画材屋さんで買った、鉛筆なんですけども、これは結構メイク業界では使ってるエボニーというものなんですけれども、しっかりした眉毛とか描きたいときは黒というよりグレーの鉛筆でパキッと描いてます。今回ゴシックメイクの場合、ちょっとつけまつげにポイントを僕は結構置いてまして、使ってるのが、デコラティブラッシュナンバー2っていうのを使ってるんですけども、これをまず1枚目頭から目尻にかけてしっかり貼ります。でその後、2枚目に、使うまつげは同じまつげなんですけども、3分の2を使います。その3分の2を瞳の真ん中から目尻にかけて垂れ目風につけてます。下まつげが同じブランドでデコラアイラッシュのナンバー3を使ってます。これは上まつげ用なんですけれども、下に3分の1は切っちゃって3分の2の部分を使ってます。で、下まつげは目頭側の瞳から、目尻にかけて、大きく見えるように垂れ目風につけてます。 MAC の、アイカラーのブラックで下まぶたの部分を埋めてます。チークなんですが、最初に練りチークをうっすらのせてるので、軽めに SK2 のクリアビューティーブラッシャーの22ロージーっていう色をのせてます。リップなんですが、僕は基本的にゴシックの時は色がありとなし、ありの場合だともう結構しっかりめの赤を使ったりとかするんですけども、今ちょっとワンパターン目で MAC のリップスティックピーチストックを使ってみます。でその上からグロスでジル・スチュワートのリップジェルを使ってます。ロングの前回、H ナウトのルックブックの撮影の時に使った、カツラをかぶせます。これからミサに出かけますみたいなイメージで黒のロングがいいということになったので、そのカツラをかぶしました。カツラをチェンジして、リップを変えてみます。さっきのロングからボブにして、上につけ毛をのっけてるんですけれども、それをちょっとリボン風に作ってみたので、ちょっと可愛らしい印象というか女っぽい可愛らしい印象にしたかったので、ちょっと口紅の色も、赤にしてみました。 Hello everybody, my name is Alex and I'm a model for H Naoto. I came to Japan for the first time when I was 18 years old, just for graduation trip. And I just fell in love with the country and I just kept coming back every year. 日本人の友達とか普通に仕事とか、まあ、いろいろな読みたい雑誌とかいろいろな見たいドラマとか見てて、どんどん日本語を勉強になりました。旅行に行ったらあんまり勉強にならないんだけど、2年前に日本に引っ越したから、その時からまあ本当に毎日日本語じゃないって生活できない感じになって、でそれからもう1年でも6ヶ月ぐらいでももうちゃんと喋るのはできた。 I've heard of H Naoto ever since I was in the States. I liked the band called Evanescence, and I heard that the designer who designed her dresses was H Naoto, and he was holding auditions for a fashion show in the States, and I auditioned and I got in back in 2010, and I've beenauditioning ever since, and I got into every fashion show that he set up in the States. And then eventually I came to Japan on vacation, and he invited me to participate in the Goth Night, which is a fashion show that he holds in Tokyo in his studio.
And I just continued modeling from then on. And then in 2014, he invited me to be the face for his new brand, Steam, reaching out to Steam, and for the whole year I've been a model for his brand. Mostly I wear H&Auto and mostly blood or dark red drum, but I like gothic, but a little bit with you know, a little bit of a cute kind of touch to it, so I enjoy that very much. I hope to continue to stay in the country and continue to learn Japanese, and I mean learn more about myself and more about what kind of person I want to become, and to continue model for H&Auto. I want to get out of Tokyo more, I want to explore more of Japan, I want to see more of a Kyoto fashion, more of traditional Japanese kimono styles as well.